はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。2022年は、金利、金融引き締め、QT および金利上昇に伴いまして、株価がかなり大きく下落しました。通常ね、不景気、この株価の下落っていうのは、例えば、日本ではわかりやすい、言えばバブル崩壊とかね、海外で言えば、リーマンショック、IT バブルっていうね、それから最近ではコロナショックかな、大きいのはね。こんな感じで、意図しない要因で株価が下落するというね、パターンが結構多いです。大きく下落するのは、暴落するのは、大体この予想しなかったことが起きるとなり得るわけなんですけど、今回の暴落っていうのはちょっと違うんですよ。何が違うのかって言ったら、人工的に不景気を誘発させてるんですね。どういうことかというと、株に詳しいことなら、方ならね、もうこんな釈迦に説法でございますが、知らない人に説明しますとですね、インフレですよね。インフレだ。今どっちだっけ？インフレだよ！デフレじゃねえよ。インフレでね、すごい猛烈な物価上昇ということで、9% ぐらいだったっけ、マックス。ものすごい物価が上昇しまして、もう一般国民が、もうこれでは疲弊しちゃう。生活できなくなっちゃう。生活困窮しちゃうということでね、これはまずい。もう経済をぶっ壊してでも、ここでね、ブレーキをかけなければまずいということで、FRB が一斉に金融引き締めを、去年の11月ぐらいからだったっけかな。11月ぐらいにやるぞっつって、実際にスタートしたのっていつ ?3 月あいつだっけあなんかそれぐらいですよね。というわけで、人工的に暴落しているという状態が1年間続きました。で、最終的に1月1日の最高値を更新することなく、12月31日は、最安値で終了したというね。いや、そんなことあるのみたいな感じでね。はい、もう、全然僕らの予想もちょっと飛び越えてましたよね。ちった9月ぐらいからちょっと上昇するかな、みたいな感じで思ったらさ、もう全然12月まで、下落をしてたと、いうことですね。なので、かなりね、含み損が生じた方もいるんじゃないかな。僕もね、一時期マックス600万ぐらい、ぶっちゃけマイナスがあったんですけど、今なんとか200万ぐらいまで収まったかな。結構ね、下落時に買い増しすることがうまくいったんで、ちょっと、そこら辺のこのダメージが、ちょっとなんとか減少を抑えることができて、僕はね、最大でマイナス 18% でした、資産のレベリがね。レバナスは 60% 下落してるけど、現実にはそれぐらいしかなかったんで、いいか。200万が含み損ですよというところですけど、でもですね、この皆さんが思ってる今の含み損、なんかこう投資なんかもやっぱりコリゴリだやめようって思ってないですかね。まだ今も思ってたら多分大丈夫と思うんだけど、今の含み損っていうのは将来プラスに転じます。はい、だから投資に悲観する必要ないんですよ。じゃあ仮にですね、200万僕みたいにマイナスだったら、この後そんなに遠くない未来に、遠くない未来って言ったらでもね、やっぱ数年はかかりますけど、マイナス200万がプラス200万になりますよということです。はい、だから心配しなくていい。佐藤ちゃん、何適当なこと言ってんだっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、この後株価が上昇しないっていう説明っていうのはできないんです。できないんですよ。なので、将来は上がるだろうという、単純な理由ですね。じゃあ、この株価がずっと将来も下落の一途をたどるのか、これはないですね。これ説明できますね。これ説明できるんですよ。これはない。単純に言えば、株価ってなんか書くのない。ないわ。ごめん。書くのないね。
なんかボードがあったたた、ボードがあったんで、ちょっと説明しますと、まあ、株価はね、もう何回も同じこと言ってますけど、上がったり下がったりを繰り返してるんですよ。株価って、これ昔、これが未来、これ今ね。で株価ってね、上がるんですね、上がりますね。でも下落もします。上がります。下落します。上がります。あ、下落もします。上がります。下落もします。上がります。みたいな感じなんですね。はい。こんな感じになってます。上がったり下がったりしてますね。株価ね。これ、変わりません。これずっと今も昔も変わりません。でもね、これ、まあ、ちょっとまあ適当に書いたけど、大体こんな感じで上がってるんですけど、これ、ちょっとこうパターンがありましてね。ここの上がるところの頂点がありますね。こんな感じの線。下がるところの下限の線もあります。はい。ほんで、まあ、中間の線。ここが中間の線ね。中間の線ね。ちょっと切ってますけど。まあ、こんな感じになっておりまして。大体ですね。まあ、ここの、上値抵抗線、下値抵抗線、あとまあトレンドラインね。トレンドライン、ここでいいのかな。ちょっとトレンドラインって名前かわかんないけど、まあ、株価ってこう、大体もう200年ぐらい前から、こう、なんていうの、株取引が、投資が始まって、そこからずっと上がり続けております。要は上がり続けます。上がったり下がったり、上がったり下がったりするんだけど、でも、つなげると上がってんですね。うん。下がることはないんです、今まで。まあ、ここをトレンドラインにしまして、このトレンドラインよりも高値になっちゃうと、買われすぎで下落しちゃうよと。で、下落しすぎると、売られすぎだからまた上がるよ。まあ、こんな感じです。簡単に言うとね、まあ、こんなに綺麗な線は引きませんが、まあ、ざっくり言うと、こんな感じなんですよ。なので、まあ、多分これ今が、どうですか？ここら辺ですか？まあ、下落してると思うんだけど、これはいずれ上がるだろうと。いうことです。はい。ずっとこれで来てるんで、多分、まあ、この先もこうじゃないと、説明ができない。まあ、だって、単純に、テクノロジーは進化してます。人は楽に稼ぐことができるようになります。昔は木を切るのにも、ギーコーと、ノコギリで一生懸命切って、やっと一本の木を切り倒すことができます。その次はチェーンショーでブイーンって切ることができました。今はロボットでバスーン掴んでガシャーンもっと速くなってます。こういうテクノロジーの進化があらゆるものに広がってます。もっともっと。単純に短時間で大量に生産することができるようになります。で、かつ、昔は貧困だった国が、ね、昔は裸足で歩いてた国の人たちが自転車に乗るようになり、バイクになるようになり、車に乗るようになり、っていう風な感じでですね、生活のランクがどんどん上がっている。昔は貧困層が 90% だったけども、もうここ10年、20年でさ、もう逆に貧困層って 10% ぐらいしかないっていうね。はい。それぐらいの状況に変わってきてます。豊かな人がどん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 増えてきてる。日本はね、ちょっと違いますけども、発展途上の国は平均年齢が若いんです、今ね。若い。これから活力のある国になっていくと。いうことを考えると、そして戦争も、どん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 少なく、今、ウクライナで戦争してますけども、でも、言うて、戦争っていうのは、まあメリットないよねっていうのがだんだん気づいてきてると。やっぱりどん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 減ってると。で、戦争がなくなった時に、おそらく、こういった、なんていうのかな、経済活動、ものすごい加速度的に進歩すると思うんだよね。っていう状況を鑑みるとね、まあ、将来、株価は上昇するしかないんだなってことでね。うん。って考えたときに、まあ、今こう、含み損でどうしようか、投資やめようかって思ってるんだったら、ちょっと踏みとどまってね、まあ、そのまま継続してコツコツと、定期積み立てで、今これ安いですからね、株価がね。
積み立てて、将来に向けての今、まあ、本当にこう絶好の買い場だと思いますのでね、上昇した時に恩恵を受ければいいんじゃないかなと思います。もうそれだけの話ですね。まあいろいろいろんなインフルエンサーがなんかこう、ああじゃないこうじゃない、未来は大暴落みたいな感じ、なんとかかんとか終わりだみたいな感じのね、まあ今悲観論が出ておりますが、あの、まあ、まあ要はですね、どういうことかというと、誰にも予測はできません。FRB でもこんだけ利上げしようかなと思ったけど、途中でもっと上がってしまったし、もっと早い段階で打ち止めになったりしてるから、FRB ですらもやってみて、様子見て、初めて舵取りを直したりとかね、それぐらいだから予測できてるわけではないんですよ。それぐらい。FRB が分かんないのに、我々が分かるわけがないじゃん。ね。まあ、という、感じなので、はい。じゃあもう自然に上がってくものに委ねればいいじゃないかということです。まあ、ただね、これって、要はその、相場全体を買う指数に連動するね、インデックス投資、インデックスファンド、まあ ETF とか、投資信託とか、S&P500 とか、VTI とか、全世界株式とか、オルカンとかね、まあナスダックでもいいんだけど、まあそういったこの相場全体を買う投資に関して、まあこの話がちょっと通用するんですけど、まあ個別株の場合はどうなるかわかりません。まあ上がるかもしれないし、個別株のリスクって、会社が消えたら紙くずになっちゃって聞いてなくなっちゃうっていうリスクがあるんで、それはわかりません。これはね、本当にこの、ここからこの下落するっていう説明はできるけど、インデックスに関しては、この含み損が将来プラスにならないっていう説明はできないんですよ。うん。と同時に、この、プラスに行くかといえば、まあ、行くねみたいな感じです。はい。これだけの話なんですね。僕の言いたいことが分かったかな。